イナキゴイティアペーニャは、スペインバスク州ビスカヤ県、バラカルド出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。バスク州のいくつかの小クラブでプレーした後、2003から04シーズンより、マラガ c F に加入。2年間は、セーグンダディビジオンの B チームでプレーした。2006年2月、プリメーラディビジオンで2試合に出場したが、合わせて7失点を喫した。 マラガはこのシーズン降格圏に沈み、リザーブチームもセグンダディビシオン B 降格となった。2007から08シーズン、長年にわたって、性ゴールキーパーを務めたフランセスク・アルナウトのレギュラー争いに勝利し、42試合中41試合に出場し、プリメーラディビシオン復帰に貢献した。翌2008から09シーズンも、レギュラーとして開幕を迎えたものの、 いくつかのデイタイミスを犯し、アルガウにポジションを奪い返されてしまう。また、2008から09シーズン中、契約を2009年6月30日まで残しているにもかかわらず、契約満了後の加入が決まっていたレアルベティス戦に出場することを拒否した。ベティスは残留争いの最中であり、得点を許して批判を受けることを恐れたためであった。2009年6月、 4年契約でベティスに加入することが発表された。ベティス、ありがとうございます。